終わりました。あー疲れた。ここは氷ヶ丘って言って俺の行ってた高校がある町ですね。氷ヶ丘枚方市です。バスが来るまで12分もあるわ。めっちゃ暇やな。何にもやることないわ。暇。歯が黄色い。誰も来おへんキャスに。キャスに誰も来おへん。キャスに誰も来おへん。来た。ゼロや。なんでやろ。喋ってねえけどな、ちゃんと。あの後結局大した作業もなくて。屋根を張ったりして、普通に。補助って感じやった。補助楽やった。すごいな、空が青いな。空が青くてめっちゃいい天気今日。すぐいなくなるな、人が。人が一瞬で消える。3秒でいなくなった。歯が黄色いからかな。そんなにあかん、歯黄色くて。いやん、歯が黄色いくらい。あー、めちゃくちゃ眠たい。めっちゃ眠たい。髪の毛なんか綺麗にしたい。くるくるにしたい。バス来た。バスが来ました。遠足みたいな。二人来ていなくなって終わりや。
撮るか分からんけど、キーボードてる俺の方が好きやね。当たり前やけど、普通よりは面白いよね。普通ってあんまり楽しめないんだよね。だって普通じゃん。これ何やろ。結構あの顔の肌がイカれてるな。結構いかれてる。あとヒリがすぐ伸びねんな、薬やると。空が綺麗。空がめっちゃ綺麗だよ。ツイッターに電磁波雲の画像が上がってたね。電磁波雲。雲が電磁波でなんか規則正しい形に並んでる。今はそんなことないけど、あれはハープの仕業だって言って、電磁波の。いや、一人来た。誰やろ。どうせすぐいなくなるんだろう。今現場に行って帰るところです。もう仕事終わった。早いね。ちょっと3時に終わった。今日はね、昼に配信してトシボーが来てくれた。そんで木工大工の手伝いをしてたってことを言ってた。そんなにも重いもんなかったし、楽やった。楽ちんやった。仕事って普通こういうもんやね。はい、どうも。はい。やっぱりめっちゃ眠い。徹夜で DXM やってたからめちゃくちゃ眠たい。やばいぐらい眠い。
IC カードを